天然理心流宗家であり最も吉田東洋暗殺に近いはずの男近藤勇は覆面の男ではなかった。残り4人にまで絞られた覆面の男の容疑者、そしてその中の一人である新選組最強の男沖田総司とついに真剣を交えることになる。死闘の果てに沖田が覆面の男ではないことを知る龍馬、そこへ一通の知らせが届く。武市半平太が土佐で処刑されたという知らせが。俺さ、俺最強の男沖田総司に勝ったってことは今俺が最強を名乗っていいんやんな。坂本、まあそうですね、うん、中岡一番隊でいいんじゃないかな。じゃあ竹内は。ああ土佐の大殿山内陽動公の裁きで切腹に処されたらしい。岡田伊蔵を使った京での幕府要人たちの暗殺、その首謀者としてだ。あの伊蔵が土佐に連行された後、洗いざらい入っちまったらしい。あら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 、あいつすぐチンコ殺したんや。竹内半平太の指示によるものだったな。でも本当に兄弟が指示したことだったんだ。いや違うかもしれんけど、言ったもん勝ちなんじゃない。お前は脱藩の身だ。撃ったんじゃない、兄貴っつうか兄弟のことを。処刑されるだけだ。そんなことは分かっている。そっか、あの人亡くなっちゃったのか。まあでも落ちぶれとったからな兄弟。竹地のこの一件、俺は一年前東洋様の暗殺を仕組んだ黒幕がまた動き出したんじゃねえかと思った。はい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 、黒幕がね。長いこと江戸にいたわりに陽動公の動きが早すぎる。伊蔵の逮捕から拷問まで竹地を狙い撃ちだ。どうやら陽動公のそばにそれをそそのかしてる人間がいると見える。それがおやすさんを殺した黒幕だと。吉田東洋の一派を排除しようとする勢力なのは間違いねえだろうな。そしてその読みが当たってるとしたら、次の標的はお前だ。なんと案外そいつはお前が土佐に戻ってくるのを待ち構えているかもしれねえな。逆に言うと、その黒幕にとって一番厄介なことは、お前がこのまま今日で覆面の男を探り当てることなんじゃねえか。あんたが言いたいのはそういうことか。結局今俺ができることは今日にしかないと。その前にまず頭を冷やすことだがな。くそ。まあいたって俺は冷静やけどな。父さんには俺が行く。代わりに俺が竹地の死の裏に何があったのか調べてくる。あんたが。俺だってな、こんなとこで引いてられねえんだよ。東洋様の死、竹地の死、その裏に何があるのか、それを突き止めないことには俺の人生も止まったままだ。このままじゃ先に進めねえんだよ。あんたも俺も土佐に生まれ土佐に裏切られ翻弄された男ってわけか。ああ、とにかくお前は今日にいろ。竹地が死んだばかりで生きり立つのはわかる。だが今は動く時じゃない。今日は新選組にも顔出さずにおとなしくしてろ。わかった。土佐で何かをつかめたらすぐに知らせてくれ。祇園行く？ちょっとパッと。あ、なんかこんなちょっとしょぼんってしてるから、ちょっとパッと飲みに行く。いやー、またセックスせなあかんのやろ。めんどくさいよ今日は。もうはじめさんノリノリで。あ、あら
入るね。もう、今日こいつだからあかんのんけ。あれ？好きだもんね。こういうぐい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 来るやつ好きじゃないんだよな。めんどくせえや。ちょっと心配だよね。なんかな、あとこういうすぐ大丈夫大丈夫っつってくるやつももうめんどくさいんだよな。こういう時って大丈夫話聞こうかみたいな。せやけど俺もっとセクシーなやつがええ。お前じゃなくて。なあ、いくらなんでも飲みすぎやって。俺に構うな。ガミガミ言わないで。投げたらその酒飲むやつ。あんまり無理せん。お前じゃなくておかみさん連れてこい。今日はおかみさんの気分や。祇園行こう。パッと祇園に飲みに行こう。ああ酒も足りんし、飲み比べごっこしに行こう。祇園に。いやいやいや、ゴーダさんと遊びに行こうが気が晴れるわ。今日は。なんか外人の友達おったよな、飲み友達。いましたいました。お話聞いてくれる人ね。旦那はん、よう飲まれますな。謎の女来たぞ。あら、うわあ、これ花ちゃんじゃない。せやけど、いい飲みっぷりとは言えまへん。そないな飲み方したらお酒が泣きます。花ちゃん、もっとぷっくりしてなかったっけ。このオンザ眉毛とこのぷくっとした顔立ちは花ちゃんな気がする。もう少し、花ちゃんもっとぷくぷくしてた気がする。うち、お店知ってますけど行っちゃいますか。でもこいつ自体が可愛くないんだよな。松の井という小さなお店どす。うち、そこでお待ちしてます。あ、秋元さんいるんじゃないですか。待て、秋山さんか。お前何者だ。お店に来てくれはったら教えてあげます。でもやれるのかやんねえのか教えろよ。クリバーなのでは。お前しかおらんのんかよ。ようこそお越しやす。これガールズバーだったら失敗やからな、この店。失敗なんで、楽しいじゃないですか。一人しかおらんようなとこ。マンツーマンじゃねえかよ。もう一人客来たらどうするんだ。今日は貸し切りどす。ゆっくり行っておくれやす。違うよ、客がいないときよく言うんだよ。貸し切り状態だねみたいな。うん。え、マジしゃべえこの店。お、やってますね。あ、やっぱり。マジここの女レベル低いぞお前。お前は桂小五郎。どうも、お久しぶり。おかしいな、この人なんか女の子の店作るセンスあったんやけどな。ただちゃんとお礼言ってなかったですよね。池田屋のことか。サイの風呂屋を紹介してもらった借りを返したってだけだ。これで貸し借りなしだ。全然サイの花屋出てこんやん、それ以降。ああ、そういえばそうでしたね。そっか。人に恩は売っておくもんですね。それよりお前、なんでここに。ああ、実はここ俺の店でして。いや、まあそうだろうけど、この人もっと店作りのセンスあったんやけど。 もっとスカウト頑張れよ。生松と申します。今後ともごひいきに。ほら、やっぱこいつ花や。生松さん、一応ね、俺なりにあん時のお礼がしたくてご足労願ったってわけです。竹地半平太のことを聞いてます。そうか。池田屋の時はちゃんとお話できませんでしたが、私は以前から竹地さんに万が一のことがあった場合はあなたのことを頼むと言われてました。兄弟。あれ、俺疑ったばっかりやったけど、兄弟ええやつだったん。いい人だったんじゃないですか。俺絶対あいつは悪いやつやと思っとったけど、
ずっとあなたを土佐に連れて帰ろうとしていた。だがあなたは新選組に入ってしまった。しかもあの頃、武市さんは新選組に命を狙われる立場にあった。近づきたくても近づけない。いい人だったんだ。相当悩んだんでしょう。ほんまに武市さんは、なんじゃあいつが覆面の男じゃない説ありましたよね。あなたのことを頼んできたんだと。いい人だったんだって。いや、わからん。俺が今騙されとうだけかもしれん。地べたに頭までつけてね。決別したとはいえ、ずっとあなたのことを気にかけていた。兄弟。本当かな。斉藤さん、あなたこれからどうするつもりですか。さあな。まだ半々やから。あなたが新選組にいる理由は承知している。それはそれとして、前にも言ったけど、同志として俺のとこに来ませんか。いや、貧乏くさい。なんか上州に武市さんはまだまだやらなきゃいけないことをたくさん残していった。なんでそいつのケツ吹かなあかんのんよ俺が。あんたが一番だと思うんだ。私と一緒にこの国を変えてみませんか。せっかく今新選組ナンバーワンの称号を手にしたとこなのに。龍馬さん、悪いが今はそんな気分にはなれない。そうね。そうだよね。ちょっといろいろさっき考えたいから俺も。龍馬さん、捨て鉢になったって何にもなりゃしないよ。違うよ、その店がつまんねえんだよ。龍馬さん、絶対ボコボコにされる気がするこいつら。あ、なんてことを。なあ、ワンちゃん。なんかわからんけど、龍が如くシリーズこのシーン何回か見たことあるんやけど。あ、本当に。犬に石をぶつけるっていう。おいおい、志の低い連中だね、どうも。手加減なしでやられるぞ。殺されちゃうんじゃないですか。今イラッとしてるし。はっ。ん？あ！高田さん。なんだてめえは。それにその髪の色。さては貴様、異敵の子だな。ナイスピッチング。よっちゃん、よっちゃん、わしは今日大変な一日でのとばっちりやな。じゃあすこぶる機嫌が悪い。お互い機嫌が悪いよって。キリさんもお前ら生きがりよって、やっちまえ。殺されちゃう、この人たち。多分小田さん大丈夫かな。おいおい、機嫌が悪いからってまさか。その考えにはならんやろ、どう見ても。どう見ても犬助けたったやろ。あ、犬好きです。あ、元気な子や。これナウシカで見たことありますね、私。わし噛みつくとはの。気に入ったで。今日からお前は薩摩藩預かりや。なんと。よかったね。ワンちゃん俺が買えるかなと思ったけど。なんや、長州の青二歳がおるやんけ。それにあんたもか。縁があるの。お前は西郷さん。たく、随分な言われようですね。どないした。
にっかき薩摩の大将首がおるんやで。かかってこんのかい。いや、正直あまりあんたのことでどうこう言うつもりはないんですよ。寝技使ってるのはお互い様なんだね。寝技ただ俺も一応長州の代表みたいなことになってるからね。あんたを目の前にして刀を抜かないわけにはいかないんだ。戦っちゃうの？悪いね。いいで。わしも薩摩しょうとるんや。わしとあんたの喧嘩でこの件切りつけようやないか。どっちを応援すれば。高田の兄貴に決まっとうやんけ。あ、どっちを。わざわざ前に入ったったんや。切ってみろや。それじゃあお言葉に甘えて。やめろや、ここはガラクタ少年がよく遊んでる場所なんや。ケケさん、斉藤さん、何すんじゃ悪い。てめえらの都合だけで勝手に喧嘩始めんな。今日は機嫌悪いからな、こいつも。気に入らねえ。なに、今日はあんたがイラついとるんかい。せやけど、あんたに指図される言われはないで。あいにく、俺も引き下がれないんですよ。どうしたらいいの？じゃあ3人で飲み行こう。だったら殴り合いで蹴りつけろ。え？斉藤さん、あんた何言って。ついでに俺も混ぜて。よっしゃ、やるか。なんで今はとことん暴れて気分なんだ。機嫌悪いから今日は。どういうこと。なんや、要はあんたがうさばらししたいだけかい。ええで、突き当たるわ。風呂屋ん時の蹴りがついてへんしな。どうする、捨て頃だったらちょっと秋山さん分が悪いんじゃない。私の流儀がついていけないんだけどね。まあいいよ。え、どういうこと。徹底的に行きましょう。すっきりしたいんかな。思ったよりノリがいいやん。利用したで。覚悟はいいな。いい加減せえへん。ちょっと待って、これ1対2? これ2対1じゃねえかよ。ねえ、1対2じゃん。まずはお前、弱そうなお前からじゃ。クソだ。痛いです。クソがボケ。いや、なんかこれちょっと卑怯だな。だって2対1やで。クソが。捨て頃とは。お前ら卑怯な真似すっからや。犬はもらっていくからな。まだやんの？今日から俺がボスやからな。うん、お前ら今日は飲むぞ。え？よし、お前も来い。俺が勝ったんだ。付き合ってもらうぜ。おごれよ。嫌とは言わせねえ。めんどくさいな、この人。酔っ払うと。こいつ、絡み酒やったんか。ねえ、犬も来い。最後までご視聴ありがとうございました。あれあれ、まだチャンネル登録してない人いるのかな。まだの人はポチッとワンクリックよろしくお願いします。登録するといいことあるかもね。